俺の主は藤吉郎になったんでな、悪いが首をもらう。だとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえだろ。
が人を救うか、一を頼めるか。戦場に身を置くこと40年、筆頭家老に列する。その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと身命を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。この身滅びようと何の未練があろう、また難儀させてすまぬ。もしや明智、今の自分は一介の僧天海でござる。こたびの用件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は
先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。李久と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。李久殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは李久殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。家康殿が寡兵ながらも奮戦し、敵の主力を引きつけております。この隙に敵の総大将藤吉郎を討つのです。秀千代殿であれば必ずや果たせましょう。秀千代殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。気は抜けんぞ。参るぞ。
貴殿との再会が戦場とは嬉しいものよ。いつぞやの恩返させてもらうぞ。貴殿のせい、それがしに任せよ。徳川方は劣勢、ここで流れを変えねばならん。わしと忠勝殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。案ずるな。それがしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。貴殿は何と言っても止めよ。
来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは、所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。
なんだ、様子が変だぞ。逃げましょう。
守らぬこと頼む。上がってこれたけど、ちょっと足を引いちゃったみたい。あのバカがな。私はずっと、あやかしは全て彼って教えられてきた。あいつやあなたと会って、それがいいことなのかわからなくなってきた。なんて、今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行ってて、すぐに追いつくから。あとこれ持ってって、この間の。
この力があればお前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に神職を忘れて末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。